こんばんは。前髪が短くなりました。ちょっと朝から全く直してないで来ちゃった。そんないいかなって思ってアイロンやり直さず来ちゃいました。こんばんは。今日は収録、歌番組収録を朝してきたのでストレートです。これなんか私服だとすごいなんかなおもろい感じになってるけどおもろい感じになってるけど衣装だったら大丈夫でした。これ私服だから。おもろい。お楽しみにしててください。言ってないのいっぱいあります。収録してきたけどまだ放送されてないのがいくつかあるので楽しみにしててほしいなって思います。そんな今日は朝からだったので早くコンタクトが取りたくて早めに配信を始めちゃいました。先にやっちゃおうって思って、そう化粧も朝からやっちゃってるから早めに落としたいなと思ってちゃいました。でも見に来てくれてありがとうございます。お仕事入ったらちょうど終わったよとかね、まあお仕事中の人もいると思うけどでしょうかね。私早かったからもう夜9時ぐらいの気持ちですけどまだ6時あまだいろんなとこにいる。まだいろんなとこにみんないる。あお仕事中大丈夫なの？みんなバレたら怒られるんじゃないの？これどうしましたかってしてるんですかって ならない。リモートワークバレない。大丈夫。なるほどね。怒られる人がいる。じゃあ怒られる人は気をつけてくださいね。ああもう残業タイムだからってこと？まあ確かに6時ですもんね。だからこっちは働いてやってるんだぞって言えるタイムかそういうことですか？みんな無敵モードタイム そういうことか。いい時間ですね。強気でみんないけるから。テレワーク意外と監視ってどういうことですか？テレワーク監視するってどういうこと？テレワーク見られてるってこと？
昨日もサンキさんの公演まだ見れてないんですよ。そう、私は昨日は日生劇場にいました。そう、サンキさんの公演とさ、全然すごいね、見たいなと思ったんだけど、なんたってその日生劇場の予定はもう2月から決まってたもので、だから、かぶっちゃってるなと思って、まあ後ででも見れるし、絶対観覧は無理だったから、どっちみちオンデマンでしか見れなかっただろうから、まあ後で見れるかなと思って、だからまだその話ついていけないんだ、サンキさんのやつ。でも私は昨日は人生初日生劇場、全然自分でチケット取りますよ。でもあんまりしないかな。なんでかって言ったら、その、ほんと先、舞台とか、まあ、コンサートとかでも何でもそうだけど、結構先の予定言われるじゃないですか。まあ AKB も言うてそうだけど、まあ、それよりもなんか、早く言われるじゃないですか。AKB ってまあまあ、そう言われるとギリギリな方に出る。結構、AKB はね、そんな前もって何ヶ月も前から抽選しますってしたりしないけど、基本ね、何ヶ月前から、もう予定が何も分かんない、もう更地の状態でとりあえず申し込まなきゃいけないってなっちゃうから、本当もうどうしても行きたいっていうやつじゃないと、まあ申し込めない。そう。だから、お話し会、そう。私は、そのシングルがあったから、お話し会があったら怖いなって思ったの。まず土日。学校の予定も出てなかったから、土日しか入れられなくて、そもそも投げるやつが。もう、東京の土日しか入れられないなって思って、で、お話し会入ったらどうしようって思って。でも、まあ、シングル発売前だから、まあ、いけるっしょって思ったら、ほんと危なかったね。今回さ、その、まさかの発売前にさ、発売前にお話があったからさ、内地で被って、しかもさ、ほんでゴールデンウィークとかさ、普通にある可能性すごい高かったじゃないですか。まあでもあんまゴールデンウィークに今までお話し会ってないけど、だいたい4月のその祝日にお話し会があるからとか、まあいろいろな可能性は考えながら、平気でしょっていうのと、あとは怖かったのはその歌番組。歌番組の収録がって思ったけど、まあ基本土日に収録はないから、特番の生放送とかじゃない限り。で、その5月の頭に特番の生放送っていうのもあんまないから、あ、そうそう、ゴールデンウィークなんか大体そう地方いたんだよね。大阪握手会とか、確かに。そっち系だったから。可能性的には低いなと思って、でまあそもそも当たるか分かんないしなって思いながら、とりあえず投げたら、で当たった。あ、でもまあもちろん何か言うんですよ、この日だから。私の場合は5月8日にちょっと日生劇場の18時開演の舞台にが当選しまして、ちょっとここ本当何かありそうだったら一度ご相談いただきたいですっていう 形でも2月に出したの。ね、言えますよ。なんか逆に言ってくれた方がありがたいってな
も行きたいんですけど、まあでもなんか例えば歌番組とかと被っちゃいましたって言ったら、もう本当なんか1列目だろうが2列目だろうがそれはもう仕事に行くのでって思いながら、だからギリギリまでずっと祈って、でまあ入らないって分かったら、もうなんかそこの日には歌番組の収録がないって確定してからめっちゃホッとしてた。基本まあお話し会がなくて、その歌番組の収録選抜の全体の仕事の稼働がなかったらまあいけるって思ってたからと安心しました。全部ちゃんとできて、なんか当選とともに座席番号が分かったんですけど、その座席見たらさ X 系列って書いてあったので、 X なんてとんでもない XYZ の X じゃないですか。もういや前から ABCDE みたいな、うわ何列目もうやばい、もう一番後ろの後ろじゃんみたいな、どえらいとこ引いたな、 S 席なのにどえらいとこ引いたわって思って、まず S 席の範囲がもう1階全部と2階の3分の1ぐらいまでが S 席だったの。だからまあ全然その一番後ろになる可能性もあったから、うわもうとんでもないとこ、うわ引いたわって思って、で座席表見るじゃないですか、そしたらなくて、えっと前見たら X シータってみたいな本来オーケストラピットが、そう、はい、でもね生オケでしたよ、生オケの舞台だった、ミュージカルだったんですけど、そう可動席だったんですよ、 X の ABC っていうのが多分オーケストラピットがある可動席になってて、まあ、元から XA はなかったんですよ。だから着いたら2列目、もうなんか私入場してちょっと早めに行ったんだけど、なんか座るじゃん、もうなんかもう視界の半分舞台なので、なんか緊張して、もうなんかもうで後ろから入り口が後ろの2番扉だったの、後ろから入って前にズンズン自分が進んでいくわけよ、なんか鳥肌止まんなくて、こんな前行かないからさ、人生でこんな前に座ったことないから、これみんな劇場の最前列とか座るときこういう気持ちなのかなとか思いながらさ、そうとりあえず2列目に座ったわけですよ、ちょこんって。そしたらみんなもびっくりなわけよ、でその XB が最善だったんだけど、なんか面白かったのが、なんかその人たちも多分 XB だったか、まさか1列目だと思わなくて2列目だと思ったっぽくて、でなんかその男女、まあ多分カップルかな、かなんかで来てる人で、で XB ってどこみたいなってて、座席についてるところが、座席の背もたれにだいたい座席番号ってついてるじゃん。で、そう背もたれについたから、ついたんだけど、そこが1列目って思わなくて、で、2列目のも、あ、こっちじゃないみたいな、ずっと言ってて、いや、でもなんか遅刻ないみたいな話してて、でも自分たちが1列目ってことを受け入れられず、なんか謎のなんか会話をしてて、で係の人に
これってどこですかって聞いてて、いやお二人最善ですよって思いながらずっと見てたんだけど、そしたらその人たち最善のど真ん中でもうゼロ割、もう一番そうダントツいいとこ引いたけど、多分もう自分たちのあの量積が信じられず、思わず係の人に聞いて面白かった。でもそうなるよなって思って、それ私もさ、なんかもうそわそわして仕方なくて、なんかその2列目に自分がこうやって座ってるのが落ち着かなくて、一回出ちゃったよねロビーに。そう、運使い渡したって思った。マジでなんかさ、本当気をつけて生きようって思いながらね、生きてた、ずっと2月から。ドヤ顔でさ、いやもう私ずっとオロオロしてたよ。もうなんか一人で行ったから、もうオロオロしてて、前すぎると意外に見づらかったりって思うじゃん。まあ確かに全体図を見たかったらね、10列目とかが多分神席なんだけど、もう私もう4月は君の嘘って完璧にもうストーリー入ってるから、もう分かるんで、もう何のセリフ言われても、もうアニメのなんかシーンで流れてくるの。だからもう全体像はわかるから、めっちゃもう最善っていうか、まあ2列目のじゃないと楽しめない楽しみ方をずっとしてた。まあ、基本まっすぐ見ようって思ったら大体足なんですよ、演者さんの。だからもうずっとこうやって見せた。首を上げることがこんなに辛くないんだって思った。私今までこう最善の人とかさ、首痛そうだなって思ってたんだけど、痛くないねあれ。なんか首痛いとかそういう状態じゃない。あ、そう、生田さんがヒロインしてるやつです。そう、本当やばかった。なんかそもそも生田さんをステージからっていうふうに考えた時に見る距離はもう小学校5年生からしても一番近かったんですよ。もう今までも何回もステージは見たことがあったんですけど、まあミュージカルなかったけど、ライブとかで見てても、もうこんなんとかでいっぱい見てたから、だからなんか実寸大だと思って実寸大の、あ、握手会とかそういうので会ったことあるけど、またそれとちょっと違うじゃないですか、ライブって、舞台上って。めっちゃ見えんの、もうなんかもう全部見えんの、ほんと何でも見えるんですけど、もう生田さん の膝にあるあざとかまで見えて、あ、生田さんって、生田さんも膝にあざができるんだって思って、なんか、あ、同じ人間なんだなって思いました。人間、もうあとさ、なんだろう、
もちろんマイク越しの声も聞こえるんだけど、もうさ、2列目ともなるともうマイク越しじゃない声まで聞こえるの。もうちゃんと、ちゃんと、もう生声がしっかり届くんですよ。自分の耳に。こんなのもうなんかもう、今後の人生でも、いやもうないなと思って、本当に幸せの時間でした。耳が幸せだった。そうだよね、何でも見えるね前だと。息遣い何でも見えますよ。何舞台やってるけど、でもなんかやっぱ立つ側と見る側ってやっぱ全然違うんですよ。舞台休憩ありましたよ。そう、なんか衣装の細かい部分とか、そういうのとか見えるし、あとは椿ちゃんやってた柚木風花さんがボブ似合いすぎててやばかった。なんか私柚木さんが髪の毛長いイメージがずっとあって、なんだろう、髪の毛長い印象の方が強いんですけど、ほんと可愛かった。ゆずきさんはそのレミゼのエポニーニャやってた時ぶりに見ました。でもその時もレミゼ見た時も、もう40列とかだったんですよ。だからゆずきさん自体もこんなんでしか見たことなかったから、ゆずきさんも実寸大可愛かった。ああ、歌うまいっていいなって思いました。4月は君の嘘ってどんな話なの。ちょっとそれはさ、私さ、ちょっと本当なんかさ、間違えたこと言いたくないからそのままちゃんと、基本的にはピアニスト、あの音が聞こえなくなっちゃったトラウマ、幼少期のトラウマで、あの音が聞こえなくなっちゃう、ピアノの音だけが聞こえなくなっちゃう少年と、少年が君、あ、ちょっとすごいごじっちゃう、がそのバイオリニストの子と出会って、そう、また音楽に向き合っていくみたいな、見なくても喋れたわ話なんだけど、すごいねシンプルで分かりやすいお話なんだけど、すごい美しくて綺麗なんだよね。でそのバイオリニストが香里ちゃんっていう子なんだけど、言う言葉がすごい前向きなんだよね。めちゃくちゃ前向き。いろんな困難とかがあると思うけど、そういう困難ですらもめちゃくちゃ前向きに捉えられるような、本当に明るい子で、いろんなチャーリー・ブラウンのセリフとかがいっぱいあるんですよ。すごいいい作品、本当に大好き。あ、そう、4月は君の嘘っていうのもちゃんと意味があるタイトルなんですよね。でもこれがまた、あのね、もうホットミュージカルはねずるいんですよね、本当に。もうあのなんかやっぱ2時間で休憩入れて、まあ2時間ちょいか、まあ2時間ちょいで収めなきゃいけないから、本当のね、まあアニメとかで見たらもうちょっと長いんだけど、
あのね、初っ端からマジで泣かせてくる。もう初っ端から私うるうるしてた。ってなってました。生田さんピアノ弾く役じゃないんですよ。生田さんはバイオリン弾きの役です。すごかった。なんか回転舞台使ってるんですよ。回る舞台が、舞台上が回るんですけど、それもすごい効果的に使ってて、メインの皆さんめちゃくちゃハマり役、もうそれにしか見えないそれにしか見えないし、本当に素晴らしい。もう大ハマり役。もう私つばきちゃんもうが私の大好きな月の光、てん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 って曲がそれをアレンジして、まあ、もっとポップス売りにした楽曲で、まあ、タイトルは月の光っていう曲なんですけど、そういうその歌を歌っててめっちゃ美しかった。なんか照明で窓の外を表現したりしてて、そういうね、なんか舞台の作り方も超綺麗だった。そもそも日生劇場がなんかサンゴ礁の中にいるような気持ちになった。なんかあんま恥ずかしくて後ろいっぱい向けなくて、あの劇場の作り自体をいろいろ楽しむことはできなかったんだけど、そう貝殻横とか貝殻がぶわってあって、と綺麗。やっぱさ、こうメインの人たちのね、ソロの楽曲とか、まあ、デュオの楽曲とか、そうコラボしてく楽曲もちろんいいんだけど、もちろん感動したし、あと私的にはやっぱアンサンブルの人たちの音圧がやばかった。もうなんかもうブーンってなるレベルに、もう音圧やばい、感動した。わあ、これでもうなんか生で見る醍醐味ってこれだなって思うぐらい、ユニゾンでグワッてくる圧が本当に、ハーモニーとか含め本当美しかったな。マジでかっこよかった。振りとかもすごい可愛いのいっぱいあったし、ミュージカル生で見たことないですか？いや、もう絶対人生で一回見てほしいです、ミュージカルは。なんかまあなんだろう、見やすいのはやっぱね、劇団四季とかが気軽に見に行きやすいというか、有名なお話をね舞台でやってることが多いから見やすいと思うけど、確かに私のファンの人とオプナイ見てくれてる人はミュージカル見てくれて、オプナインの時にミュージカル初めて見たけど、ミュージカルってめっちゃいいんだねみたいに言ってくれる人がいて、すごい嬉しかった。オプナインはミュージカルですよ。オプナインも23、4曲あったからね、めっちゃ曲数あったから。私全然まだ歌えるよ曲ってまあなかなか忘れないですよね。忘れないし、
全部いける。アンサンブルもやってたから何でもいけます。ミュージカルは本当生って良さを感じますよね。本当楽しかったし、見ててワクワクしました。帰ってからもワクワクしてた。帰ってなんかさ、ワクワクするってさ、行く前の人がさ、こうさ、楽しみだなって言ってワクワクするってさ言うけど、あ、ゆらゆら知らんか、こういうやつかな。あ、でリリリリリリか。ワクワクの使い方絶対間違ってるんだけど、なんか本当ずっとワクワクしてた。なんか大好きな作品がミュージカルになって、それをずっと見たかった。もうミュージカルの舞台をずっと見たかった生田さんのがやってくださって、香りをの上に2列目で見れたんですよ。そんなのもう私多分もうあと1ヶ月ぐらいワクワクしてる。行きたいなって思ったけど、もうね全然チケットが取れないんですよ。もうない、全然。本当でもなんか何人かね、行くよって、行くよって方いると思うから。次に見たいのは、でも来年のレミゼはまた見たいですね。2年に1回ですよね、レミゼって。レミゼは1回その去年見に行ってめっちゃ好きになって、ですごいサントラ聴くようになったんで、またこうもうサントラ完璧な状態なんですよ今もう、っていう状態でまた見たい、もう一回。で、あとレミゼの生田さんも見たい。わかんない、また出られるかわかんないけど、生田さんがレミゼ出られるんだったらそれの生田さんも見たい。てか私本当に生田さんの声が好きなんですよ。本当に大好きで、出演オファーなんて来ないですよ。そんな夢のような話なんか来ないですよ。すごいですよね。でもいろいろ舞台見たいなって。まああとはね、同期の舞台ね、そうあやみんの舞台がもう見に行って、もうなんか全部予定が合わなくて行けなかったから、オーディション受けませんかって言われたら受けますよ。それは話が来たら、ミュージカルはやりたいんですよ。ミュージカルはまた絶対出たくて、なんか機会があればやりたいなっては思ってます。
おりんと成長、あ、佐保さんとか出るやつでしょ、なんだったっけな、時計みたいな時計ついて時計ってさ、時計じゃないって言われるんだけど、なんだったっけな、あれあれは見に行きたいですよ。あとクルちゃんと、あ、そう、ジップキャン、そう、ジップ&キャン、メンバーが舞台出るときオファーとオーディションどっちもあると思います。オファーの場合もあるし、オーディションの場合もある。私はオープナーがオーディションだったので、でも私基本オーディション受けたいなって思っちゃう。オーディションがすごい好きだからなんかオーディションが好きって気持ち悪いけど、すごい好きなんですよ。オーディションってめっちゃ緊張するけどワクワクする。エイトさんの舞台もね、タイミングあったらめっちゃ見たいんですよね。ただ私は学校があるのでちょっとそれだけがネック。でも絶対いつか見に行きたいです。オーディションってすごいなんか、あー、世の中ってこんなやばい人いっぱいいるんやって知れるんですよ。自分のなんか知らない世界線の人にいっぱい出会える。その個人のオーディションとか、そこの場に自分しかいないオーディションとかあったら、それはもうただ単にすんごい緊張するオーディションってだけなんですけど、でもこう何人かと一緒に受けるオーディションとかだったらすごいいい刺激をもらえるから、めっちゃ充実したなーっていう気持ちになれるんですよ。とか、まあそもそもなんかオーディションの資料とかをね、動画撮ったりとかするのもするだけでも、まずその練習をするじゃないですか。それを出すための練習したりするから、それだけでも結構自分にとっては意味があることだなって思うから好きなんですよね。そう、だからオーディションの履歴書書くの好きみたいな人だったからオーディション大好き。だから合宿とかも好きって言うんですよ。そういうのが好きだから、なんかね、AKB のメンバーってみんな合宿嫌いっていう人が多いけど、好きっていう人、私まあ分かんないけど、私そういう話する中で、あ、合宿好きな気持ち分かるって言われたこと一回もないんだけど、だから誰とも共感をできないんだけど、私はすごい合宿も好き。落とされるの嫌だし、落とされたくないからめっちゃ頑張るし、そんなそういう機会ってまあなかなかないじゃないですか。で、そう、すごい泣いたりするけど、でも嫌いじゃないんですよ。菅井先生怖いなとか思ったりするけど、あんな先生怖いなとか思ったりするけど、すごい好き。菅井先生めっちゃいい先生ですよ。その時はもう怖すぎてまだ心臓止まるかと思うけど、なんか言ってることを理解した時に、あ、本当にちゃんとこの先生って私たち一人一人にちゃんと向き合ってくれてるんだなって感じるから、あんな先生もそうだけど、だから好きです。
絶対折れたくないから。合宿2回やったけど、まあ1回目は落ちちゃったけど、1回目は落ちちゃったけど、でも本当なんかそれで私のこと知ってくれた人いっぱいいたし、私自身それですごく成長できたし、あの回私のなんか AKB 人生の中でも大きいイベント。あ、そう、プデュもそうですね。プデュでもプデュはもっとなんだろう、本当プデュはなんか私自身が本当に子供だったから、なんかもっと頑張れたのになっていう気持ちはすごいある。プデュだけはね、結構後悔も強いかな、自分なりに。一生懸命はやってたけど、でももっとなんかもっとショートスリーパーだったらもっと頑張れただろうし、もっと自分が大人だったらもっと頑張れただろうし、でもじゃあもっと大人だったらこの企画受けれてたかって言われたら受けれてないだろうしとか思って、まああの時はあの時で。あれはあれですごいいい教訓になりましたよね。でも本当に大変でした、あの時は。あの時はいろんな気持ちがありますね、本当に。私の中でもかいろんな焦りがあった時だから、まだ研究生だったしね、研究生だったからやっぱこの AKB でとして活動できてないこの期間大丈夫なんだろうかって思ったりしたし、まあ、まずズッキーが選抜に入ったタイミングでもあったし、それでそう、それまでね結構隣にいた子が選抜に入って、私は今日本にいなくて大丈夫なんだろうかとかいろいろ考えたりしてたし、なんかこれで日本に帰って自分の居場所あるのかなとか思ったりとかもしてたし、いろんな思いがありましたね。悪変するし、エムネは悪変するからな。びっくりするぐらい悪変する。私そう分量がない。あれだけやっててもね、分量悪変ってなんか悪いように、悪いようなこう視聴者側に悪いような印象を与える編集、悪変うまいことつなぎ合わせて。生放送じゃないじゃないですか。だから、でもさ、それがさ、みんな側にも分かってるっていうのもすごい。
まあでもね、放送尺とかもあったりするから、どうしてもこうグッとしなきゃいけなかったりする部分はあるし。そういうとこはね、仕方ないなって思ったりもするけど、するし、まあ今は笑い話だし、そう、なんかおもろいようにされてたなーっていう。感じですね。そう、悪意のある編集。でもすごいいい経験でした。やってよかったなって思ってます。みなみともそこでほんとすごい仲良くなれたんで、そう、みなみしたくなるよね。いや、それはそうだと思う。でもなんかその私当時さ、そういうこともわかんないからさ、なんか全然わかってなかったの。このなんかいい意味で私とそのなんか良くも悪くも私とみなみとエリちゃんって何もわかってなかったの、この番組のことについて。だから面白くなっちゃってたけど、真実は私たちのみぞ知る、私たちのみぞ知るんですけど、でも私たちにとってもいい思い出だったのでいいんです。みなみのお母さん、みなみのお母さんだと思ってます、私。みなみのお母さん、みなみのお母さんって言うとみなみのお母さんにちょっとなんか申し訳ない気持ちになるけど、そう、なんかでも B に来てくれて嬉しいです。 B に来てくれてて、なんか私みなみのことは一番知ってたいというか、まあ知ってるつもり、メンバーの誰よりもっていう自信があって、みなみの魅力を一番分かってるつもりなので、から一緒のチームなの嬉しいです。そう、みなみはね、まいちゃんとすごい仲良かったから、みなみにとってね、仲のいいっていう、そういう私みたいなお母さんポジションじゃなくて、そういうね近い子がいなくなっちゃって悲しいと思うけど、でもね結構 B のこと仲良くして、福留ちゃんとかとよく喋ってるんだよね、みなみ。だからまたね、みなみも新しい近い友達を、近くにで何でも話せるような友達を見つけれてそうで安心している。そうだ、なんだかんだ全然だらけね。いや、もちめりなおことよく見てますよ。みんなのこと
みんなのことをよく見てるし、なんか見ることが、キャプテンの仕事かなと思ってるし、なんかまあね、本当でも私全員のことを南レベルに分かってるわけじゃないから、まあ、いつかはみんなを南レベルに理解してあげられたら、してあげたいなって思ってます。せっかくねキャプテンやるんだったらって思うよね。なんかキャプテンやるんだったら、そう、まその辺の話はいろいろとビッグワンガールズさんの方でお話をしましたので、お楽しみに。5月の末の方に、発売されますので、そう、ちょっとこれ以上話しちゃうとちょっとね、ビッグワンガールズさんの楽しみが何もなくなっちゃうかなと思ったから止めちゃった。あ、そう、アップトゥーボーイさんもそうです、そうです、ミオンさんとの対談も楽しみにしててほしいです。ファンガールズさんがね、ほんといつも細かくインタビュー載せてくれるから、すごい私ビッグワンガールズさんの文章好きなんですよ。自分トンチンカンのこと言ってもすごい綺麗に私が伝えたかったことをうまくまとめてくださって、から見てほしいなって思います。でもちょっと前髪が長いです。ビッグワンガールズさんの写真の私はちょっと前髪が長い、悪変ゼロ、悪変ゼロ。あと2ミリ前髪切ってほしいみたいな前髪してます、ビッグワンガールズさんの衣装が。今回もめっちゃ可愛かったのでね、まあちょっとね、どんな感じの雰囲気かなっていうのはメールとか撮ってる方はチラッと察したと思うんですけど、いや絶対見てくれたら分かる。あー、2ミリで2ミリ短くした結果これだから。悪変の反対は何なんだろう、神編じゃない、神編集。あんま悪変の反対って聞かないな。やば、もう1時間経とうとしてるんだけど、どうしよう、何の話したっけ。あ、生田さんの話をずっとしてたんだ。そう、本当に幸せでございました。髪の毛伸びた、あのね、多分いつもね巻いてるからだと思います。いつも内巻きにしてるからこれぐらいだけど、今日はドストレートにしたから。ドストレートバージョンです。あとは金曜日、いやまた多分ショーも全然できると思うんですけど、今週の金曜日は M ステでーす。外派で今の長さでやったらちょっとタコさんみたいに面白くなっちゃうからやらないんですよ。 M ステでーす。だけ選抜になって初めての M ステが決まりました。すごい嬉しいです。そう、ヘビロテと元カレ2曲もさせてもらうので、ぜひ
見つけてください。緊張します。初めてティッシュもらえます。ティッシュと写真を撮るのが楽しみです。写れたらいいな。写れたらいいなと思ってますが、まあ写れたらラッキー、写れたらラッキーだけど、まあ引きでどっかではいるでしょう、きっと。そのお話はまた直前とかでもできる、木曜日とか。木曜日とか前日とかでもできると思うから、そうなので、M ステの1週間後は私が年を老いる日です。そうです、 M ステの1週間後は年を老います。あ、次の配信が木曜日なわけじゃないんですよ。今週もちょっと明日できると思ってるんだけど、ちょっと仕事の時間による、仕事の時間によって明日もしかしたらできないかもしれない。で、今週結構できると思いますよ。うん。水木できると思うし、とか明日がちょっとわかんない。明日やるとしたらもっと遅いと思います。そうか、明日ちょっと微妙かも。今かなって感じです。あ、水木はいや9時とかにやるんじゃないかな。あ、木曜は絶対6時にはやらないです。木曜はね絶対9時とかだと思う。水曜はちょっと可能性はある。これぐらいの時間にやりたいって言い出すかもしれない。私はでもそろそろあのバイオレットエヴァーガーデンの劇場版がネットフリックスで出たんですけど、それが見たい。なかなか時間が取れなかったんですけど、誕生日ね絶対ひまたぎできると思う。18だもんね、あのベイフェム。この間ロードショーでやったのは別、今年去年に映画館でやってたやつです。ひまたぎできると思いますよ、来週。ひまたぎやるつもりです、全然。やる気はあります。でも、わかんないです。もしなんか、ちょっと予定は見てみたいところはある。まだなんたって、来週の話なので。もう今週は、だからまあまあ、ショールームできる。そんなところです。森さんの実況は今月はありません。なのでまあ夜遅くに配信する可能性があるのは、その誕生日のひまたぎぐらいです。
9時35分に生まれました。9時35分にこの世の中に降臨しました。今んとこひまたけの確率今100、今100、本当になんかもう今は全然いける。あ、午前、9時35分。あ、先端祭は全然先なんじゃないかな。ちょっとどれぐらい B のメンバーで先端やってないメンバーがいるの、いない、いる先端やってないメンバーがいるのかわかんないけど、まあでも全然まだだと思います。まだだろうなと思ってホゲーっとしてる。詳細時間、え、覚えてる、あの小学校の時に1限1時間目が終わるのが9時35分だったから覚えてる。ちょっと配信しそうになった、聞けない。当日生徒はないかな、まだ初日を迎えてないメンバーが多すぎるのでまだやりません。夕飯何食べるの、おいくすだって、おいしいくすですかね、だと思います。作ります、やります。この前は、この前6時ぐらい配信した時は結局ママがお家に帰ってきたからオイシックスじゃなくしたんですよ。でチヂミ一緒に作ったから、でも今日はまだ帰ってきてないから違うオイシックスしようかなって思ってます。でも今日は本当朝から起きてたので早めにご就寝したいとは思っております。じゃあ洗濯物がそこにあるから洗濯物畳んで、お弁当美味しかったです。お弁当美味しかったけどちょっとさすがの私でも重いと感じるぐらい重かった。前が短くなったね私、あの iPad に映るち、やっぱカラコンこの色可愛くない、この色のカラコン可愛い、これすごいね、青なんですけどでも可愛い、すごい近い今日あれですよ、カウントダウン TV にさくらさん出ますよ、見なきゃ。もうですか、もう始まってんのかな、カウントダウン TV。 さくらさん、さくらさんが出るから、ハク様、確かに髪型めっちゃハク。宮脇さくらさん、ルセラフィムが出るんですよ。待って、ハクって言われたらもうハクにしか見えなくなった自分が。ハクじゃん。あ、今日9時から、じゃあそれは絶対見よう、すごい見たい。じゃあギフト読みます。髪色は今ずっと暗くしてますよ。
気に入ってるんです。暗い色。ショイチさん、マヌビーさん、マシューさん、ナーミン大好きスイカさん、ドクタータケさん、ナオユキさん、 NZD ノザードさん、ノミオくんさん、ナオユキさん、ヨッシーさん、トミチャさん、レフティーサポさん、ウォリンスキーさん、ダブル、ん？プーン、プイングブレイクドリバーさん待って、プリンでもない、なんだこれ。メチレンマロンさん、アルパカさん、ヒロッピさん、トントン大音楽堂さん、アルパカさん、トミチャさん、アナーさん、チョコミントリスさん、ヒロッピさん、ニックネームさん、クローバーさん、フーミンさん、マヌビーさん、コバーンさん、ノボちゃん、ナーニャカミヨシさん、ヒロッピさん、スグルさん、玉竜さん、よし、読んだな。ウメッチさん、ホックン、シュウさん、ハグレワッショイさん、ワックさん、トロロさん、クローバーさんに読んだな。ペディアさん、ヒロリンさん、キンちゃん、ナミンが大好きなシンくん、ショイチさん、デーマンさん、スーパーのぞみ2号さん、ケンゴさん、タカミーさん、タモちゃんですかね。ありがとうございます。ランキングも読みます。13位、ニックネームさん。12位、ホックンさん。11位、ナーニャカミヨシ。劇場公演換算通算。ごちゃごちゃ。劇場公演観覧通算72回さん。ね、10位、マヌビーさん。9位、チョコミントリスさん。8位、佐藤道博さん。7位、ヒロッピさん。6位、レフティサポさん。5位、ショウイチさん。4位、スグルさん。3位、ナーミン大好きスイカさん。2位、アルパカさん。1位、クロバーさんです。ありがとうございます。はい。というわけで、終わります。まあ、何が良かったかというと、ミュージカルっていいなっていうのと、4月は君の嘘最高って感じです。あ、もしね、4月は君の嘘舞台見に行く人、応募してて当たってる人いたら、ぜひ見たら私にも感想を送ってください。語りたいです。語れる人がいないのが本当に寂しくてさ、だからちょっと語れる人いたら語りましょう。じゃあ、キャッチレーズしております。あなたのハートを吸引したい、いつも全力、うん、見たら教えてね。ね、人によって全然見る場所違うだ。1階の人もいるし、2階の人もいるだろうし、見え方とか感じ方全部違うと思うから。とにかく私は初っ端から泣きそうになった。もう初っ端の、うわ、心しいから来るのってなりました。はい、というわけで、バイバーイ。おやすみなさい。あれ、おやすみなさいって言ったら、みんなご飯食べてらっしゃい。